今日も勉強動画を撮りたいと思います。ちょっと期間が空いてしまったんですけれども、今日もこちらの問題集をやります。これもだいぶ進んできて、そろそろ終わりが見えてきたかなという感じです。こちらの問題集は半分ぐらいが、後ろの半分ぐらいがこういう形で資料というか付録になっているので、実際の問題集の分量としてはこの半分ぐらいなので、そんなにこう量がある問題集ではないんですけど、ちょっと一級ということで難しくて、結構一冊解き終わるのに時間をかけてます。で、今日やるのが対義語類義語の ④ というところです。対義語類義語は ① から ④ まであるので、最後の単元ということになります。それでは始めます。はい、解き終わりました。結構難しかったです。点数が48点満点中の14点ですね。で、今までの ① から ③ の得点なんですけど、① が30点、⑪ が25点、で、⑫ が26点ということなので、今回の ④ の14点っていうのは今までの中で一番低いっていう感じですね。で、おそらく四字熟語の勉強をやってる時にも思ったんですけど、この問題集は、こう、同じ分野の中で、後ろの方に行けば行くほど、難易度が上がってるのかなという感じです。なので、ちょっと気のせいかもしれないんですけど、対義語類義語で言うと、この ① から ④ の中では、④ が一番難しかったかなという印象です。それでは、ちょっとまず間違えた問題から確認作業をしていきたいと思います。はい、間違えた問題の確認作業を終了しました。2時間10分かかりました。間違えた問題が34問あって、その一つ一つについて、こちらの漢検漢字辞典で調べたり、あとスマホで意味を調べたりして、選択肢の問題だけではなくて、設問側の熟語についても同じように調べて、3回から5回ずつ書きました。結構、漢検漢字辞典に載っていない熟語もあって、そういうものはスマホで調べています。間違えた問題の内訳なんですけど、全部で間違えた問題が34問あって、そのうちの22問が熟語として全く知らなかったっていうものです。これは結構多いなぁという感じですね。今までやった対義語類義語の ① から ③ では、こんなにこう初めて見る、聞いたこともない熟語っていうのはこんなになかったと思うので、やっぱりこのページはちょっと難しいなと思いました。知らなかったのが22問で、で、次に、うろ覚えのもの。選択肢は正しく選べていたんですけど、漢字を書くときに、ちょっと細かい部分で間違えていたっていうものが2問ですね。で、残りの10問は答えを見ればわかるっていうものです。これは、熟語としては知っていて、でも、選べなかったっていうものですね。これは、設問側の熟語を知らなかったりして、設問側の意味がわからないので、対義語類義語としての選択肢も選べないっていうものもありますし、あとは、漢検一級模擬試験倉庫さんの一級の大見出し語表一覧っていうもののノートまとめ作業をちょっとやっていて、これは見せても大丈夫なのかな。こういうものを漢検一級模擬試験倉庫さんが出していて、ここに出てる熟語を、ノートに書いて、辞典で意味を調べてまとめる作業も、こちらの問題集を解く作業と並行してやってるんですけれども、この中で見たことがあって、でも問題を解くときには思い出せなくってっていうものですね。で、やっぱり
問題を解く形で覚えた方が記憶に残るっていう感覚は準一級の時から一貫してあるので、やっぱりただ見て書いて覚えるだけではなかなか記憶には残らなくて、こういうふうに問題集の中で出てくることで意味と漢字とっていうのが覚えられるなという感じがしています。それでは続いて正解した問題14問だけなんですけど、こちらについての確認作業をやっていきたいと思います。はい、正解した問題の確認作業も終わりました。正解した問題14問だけだったので30分ちょっとで全部終わりました。で、正解した問題の内訳なんですけれども、14問の内訳として、まず自信があったものが9問です。これはあまり迷わずに書けたっていうものですね。と、設問側の意味もわかるし、選択肢側の意味もわかるのですぐに書けたっていうものです。で、うろ覚えだった問題が2問ですね。で、選択肢は迷わずに選べたんですけど、漢字がちょっと細かい作りの部分で悩んで書いて、たまたま合ってたっていう感じです。で、残りが、熟語としては見たことはないんだけど、設問側の漢字から推測して、まあ、こういう漢字かなっていうので書いて当たったものです。はい、最後にもう一度問題を解き直して、この単元の勉強がすべて終わりました。一番初めに解いてから、すべての問題の確認をしてもう一度問題を解き直すっていう作業にかかった時間が合計で3時間半です。やっぱり3時間、2時間から3時間は初見だとかかるなという感じですね。で、もうすぐこの問題集解き終わるんですけど、一回解き終わったら、それぞれの単元ごとに、復習を入れて、問題集の最後に、まとめのテストみたいなのがあるので、模擬試験問題っていうのがついているので、それを解いて、次は、漢検の公式から出ている、聖戦演習っていう問題集だったと思うんですけど、それを買って、そちらの問題集も同じように、こう、パーフェクトにしながらやっていきたいと思います。